はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。アルバソの楽園です。さあ11期も最終章を到達ということで、まあ、楽園ストーリーこれで完結なんですよね。はい、まあ、非常にエモいね。まあカードも実装されて、まあ、完結したんですけども、今回はですね、聖女と名の付いているレベル4のモンスター、これをね全投入した全聖女投入型天帝楽園ピーセット、これご紹介していこうと思っております。あのねエモいんですよ、とにかくこのデッキ。聖女が全部ね、入ってまして、一応レベル4の、要はエクレシア関連の。まず、ドラグマの聖女エクレシア、白の聖女エクレシア、そして、導きの聖女クエム、赤の聖女カルテシア。まあ、他にもね、アルバスセイントとか、いるんですけども、あと、あやめの双剣士も入れたいとか、いろいろあったんですけども、まあ、ちょっと実戦上、まあ、ここまでかなという感じですね。あ、この辺ですね。この辺のモンスターとかも入れたかったんですけども、ちょ実戦上やっぱ、ある程度、やっぱ、その、現実的に考えて活躍できるなというのは、まあ、このぐらいかなというふうに思って、入れてます。はい。こいつらは結構強いんですよ。普通に。で、フルルドレス姉さんも、ドラグマン選手のエクレシアがサーチしたりできるんで。で、まあ、ルルワリリスがね、実装されて、で、ルルワリリスがグランギニョルの効果から出てきたりとか、あと、墓地に送られても、ドラグマ、ってか、攻守が同じ、魔法使い光属性モンスター出せるということで、まあ、こいつらね、全員攻守が同じ、光属性の魔法使い属ということで、まあ、相性がいいというところなんですね。だから、これを、まあ、使って、まあ、展開していきたい。でね、今回入ってるキーカードは、天帝の人ですね。これ正直ね、エクストラデッキからモンスター出せなくなっちゃうんで、まあ、高校から正直この楽園で動いていくのはちょっとなかなか厳しいところあるんですけども、先行で打てるとこれ1枚ショートになってるんですよね。天帝の人って。今までって楽園融合とかアルベルとか1枚ショート一応あったんですけども、天帝の人も1枚ショートになりました。まあ、クエムがね、来たことによってカルテシアを盤面に出力簡単にできるようになりましてですね、このカルテシアの融合効果を相手のターンで使っていくことによって相手のターンで、動いていくということができますので、めちゃくちゃ強いというところですね。まあ、詳しくはね、楽園の、デッキでやった、デッキレシピのところに URL が、貼ってあると思うんで、まあ、そこに、展開例書いてあるんで、そこ見ていただければと思うんですけども、とにかくですね、まあ、何がしたいかっていうと、もう、とにかくね、この、聖女を並べたい。はい。そういう目的で組んだデッキなので、はい。で、しかもまあ、結構強いんで、まあ、割とエモいながらも強いデッキという意味では、ほんとティアーワンまであるんですか。はい。というわけで、早速ね、やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。激エモハンド、来たー！激エモハンドつって、激エモハンドしか来ないんだけどね。ちなみにこのデッキ。なんかまあ、たまに宿敵である B セットっていうモンスターとひっついて結構すごい盤面作るんだけどさ。まあ、とりあえず融合派兵発動。うららとかはなさそうですね。グランギによる、見せて、カルテシア爆弾。で、キットちゃん召喚で。で、キットちゃん効果。おっと、これ何もなさそうだぞ、相手。マジか。逆に困っちゃうな。逆にできること増えると、プレイングバカムズくだから、ちょっと困っちゃうな。ちょっとじゃあ合体するか。アルバス、いや、これね、信玄竜アルビオンめちゃくちゃ出したいんですけど。さすがにですね、これはね、激母盤面作りに行くんなら、信玄竜アルビオン出すのが正解なんじゃないかな、これ。まあ、とりあえずアルビオンを出して、でですね、これ効果破棄でいいんじゃないですかね。できる限りエモい盤面を作るということをね、ちょっと目標には動いていますが、まあ、さすがにエモい盤面作って負けるのは意味がないんで、まあ、そこそこ強い盤面をね、形成し、ちょっと これは宿敵なんですけど、力を、吸収して今借りておりますので、はい、で、カルテシアの効果を発動、まあ、とりあえずグランギニョルでしょ。でクエムちゃんをね出さないとちょっとお話なので、ちょっと一回敵消すわ。敵消して、でグランギ出して、でグランギの効果発動と失楽院の効果で失楽院で、まあ、大体絶対失楽院を持ってきといたらなんとかなるみたいな話あるんですけど、ちなみにこの失楽院のね、効果融合召喚成功時に相手に何の効果も発動できないっていう効果あるんで、ここで増殖する G とか投げると、自分がね、そうするとチェーンできなくなるんで、墓穴とかを、これ結構強いですよ。
これはアルバス持ってきて、でグランギニの豪華でさすがにバスタードかな。これでクエムちゃんをねちょっと呼び出していきましょう。で天帝の使徒ぶち込んでいくか。さあ天帝の使徒ぶち込んで、ここから白エクかな。でセフレシア持ってきて、でガルーラでワンドロー、よしいいぞ、よし、まあ弱いな。で、セフレシア出していく、アルバスのセフレシアを出して、はい、でセフレシア効果発動。もう X さっきからねこのターンあの特殊はしないんで大丈夫ですね。でこれはこれ姉さんですね、姉さん持ってきて、で姉さん後で出しに行くスタイルだな。これで5エンドで、エンドフェーズが本番。カルテシャ回収、クエムでカルテシャ蘇生したいんで、ですね、ちょっと待ってですね、で怪人リバスタード効果、クエム特殊召喚、おい、でクエム効果発動。これは断罪でいいかな。ちなみに絶対もっと強い盤面作れますからね、天帝の使徒打たないで強い盤面作れるんで、多分今のハンドだったら。ちょっと今激エモ盤面を一応作りに行ってるということをご理解ください。はい、で楽園の起源発動、これちなみに聖女3体までなら並びますね、これ。これで、カルテシア見せつけて、でグランギニョル墓地送りながらカルテシアを、送って、メルク持ってくる。 OK で自分の墓地に融合モンスター送られたんでクエムの効果発動して、カルテシアが蘇生されて、残り60秒ってマジちょっとアドリブすぎてこの時考えること多すぎるんですけど、まあ、ラクニーゴを回収して次のターンの、初動に初動というか確保しておきましょう。これでエンドでバカほど時間ねえな。とりあえずカルテシアとエクレシアとクエム並んだから、聖女3体まで並べられ たぞ。これで姉さんも並ぶからな、これで盤面に。あー出たー、フェンリル来たー、フェ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 ンリル来たー。まあこれ姉さんで向こうにしましょう。効果 OK でしょう。姉さんの効果、ドリス姉さんの効果によって手札から爆弾しながら他にドラグマモンスターがいると、まあ、ドラグマモンスターちなみに今2種類いるからね、ドラグマモンスターがいると打点が上が、あ、打点が上がるじゃねえや、効果を無効にするという効果を付与できるぜ。うおっ無効、よし、これで、フェンリルの、まあ、除外する効果も無効で、クエムちゃんと、エクレシアちゃんの打点がフルドリスさんのせい、おかげで上がるという敵もところもある。あー、ピュアリーか、なるほど、ピュッピュッピュッピュアリー、リリーやるじゃねえか。いやもうこれここ裏打っていいんじゃねえかな。マイクレード持ってるかな、マイクレード持ってたら持ってたでしょうがねえか。なんか多分何とかなるわこれ。手札を減ら、あー何やるやんまあもう打っていいからカルテシア、カルテシアの効果発動、カルテシアの効果によってアルバスの楽園と、これはキットちゃん一回どいてもらうしかないかな、さすがに。キットちゃんどいてもらおうか。アルバスの楽園とキットで融合召喚、現れろ新炎竜ルメリオン。そしてこれは天帝の使徒ぶん投げていいな。でウララが除外されて、でも手札減ったのはいいことではありますね、これで。で、マイクレンドさん持ってこられて、OK し。マイクレンドも確定スターじゃないしな。デリシャスとか持ってこないかもしれないし。で、新元流ルベリオンの効果、手札を1枚墓地へ送って、失楽院の、効果も発動していくぜ。さあ、これによって、失楽院の効果。いや、これ白エク持ってくるか。これ次のターン出せるかもしれないしな。白い子持ってきて、でルベリオンの効果、アルバスの楽園と新元流、ルベリオンをデッキに戻し融合召喚、飛天竜ミラジェイド、これがアルバス連合軍の最強兵器を、何、まあいいだろう、よし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 。まあ相手の敵速はね、まあ、一応モンスター効果は1回無効と、まだ1回相手のモンスター吹き飛ばせるとかかな。ああ、いいだろう。いや、これ、デリシャス当たらない可能性あるから、これ。デリシャスが当たらない可能性。
3分の2 確定スアージ当たってるかーい。やるやっけ、当たっとるやないか。3P メモリーを墓地に送って、ピュアリーが出てきて、でピュアリー効果手札1枚ですか。白ピ何体目だって、これ1回目1体目だっけ、まだ1体目か。じゃ強えな、なるほど。まあでもこれで一応手札はなくなるよな、基本的に。さすがにあとはもう綱渡りゲーになってくるわけでしょ。ストレイピュアリーストリート、まあスリーピーメモリー、まあこれでだから白ピ出てきてピュアリー効果か、ピュアリー効果、まあメルクーリエ打つしかねえな。これで変身効果には1回打ったが、結局あれはもう1体出てくるとワンチャンもう1回打たれる可能性がある。で、リリーの効果は打ってきたら多分ミラージェル吹き飛ばせば大丈夫なんで、結構多分手札足んねえと思うけど、あ、打ってくる。オッケー。で、リリー効果、デリシャス。まあ、それは普通に除外しましょう。やべえ、残り30秒しかない。アルビオン。で、リリ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 除外、リリ除外、リリ除外。はい、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 オッケー。これ、一旦一度の、ね、制約がついてるカードはね、吹き飛ばせば、もう、名称してよね。名称してる単位があるカードは吹き飛ばせば大丈夫といったところで、いや、これ、まだ白っぴ出てくるのうざすぎる。で、ハッピュアリーハッピーメモリー。で、白っぴ出てきた。いや、これ、外れろ、外れろ、外れろ。まあ、でもあんま関係ないか。リープ。いや、強えな。リープ。なるほど。リープ回収。やるやん。でも、変身もうできないっすもんね、これ。なるほど。エクシーズ召喚。あー、なるほどね。あー、あーですね。ゼウスかー。すべての聖女が流されるのこれ、すべての聖女流されるのマジマジかよ、苦労しらしたのに。しょうがねえか、ダグナードオッケー。あーですね、まあ、ミラジードの全部破壊が入るんで、これいつ発動してくるかはっていうところあるんだけど、相手のターンで発動してくるのかな、これちょっとわかんないですね。相手のターンで発動してくるんだったら一応ああこっちで発動してくるんだ、なるほど。ちょなんか墓地に送られるカードもなんか5枚ずつになって気持ち悪いな。でミラージェード効果発動して、相手のカードも吹き飛ぶ。やべえ、やること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 やばいやばいやること多すぎるって、聖女連合ちょ聖女連合やること多すぎなんだけど、やばすぎ。赤のラフィンディか、いえこれでだいぶリソースなくなりましたが、俺は回復できてるんで問題はないでしょうということですね。よし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 、まだ俺は動ける。で、赤の聖女カルテシアを特殊召喚、ふー、そして、白エクを召喚で、これはメインフェル中に変身できるんで残しとこう。で、楽園融合効果、さあ楽園融合の効果によってこれ新原理アルビオンやろ、これ激防盤面作れるんじゃねえか、来たこれ、これ激防盤面作れるこれ、もうちょっといらないこれ。でいけ、現れよ新原理アルビオン。ちょっとアルバスとマキシマムドラグマで合体してるのめちゃくちゃ納得いかないけどてかアルバスいなくなっちゃった、あれデッキの中に白池の効果意味ねえじゃん。まあいいか、で、ぶん殴って、オーケー、ゴー、オーケー。これあれかな、今、ルベリオン経由して、アルビオン出したら一応戻るか。多分。まあでもね、多分、あれで大丈夫です。アルビオンで、アルバス、特殊召喚するんで。任せろ。この新源流、アルビオン、ちょっと融合召喚の仕方がめちゃくちゃキモかったって言われてる。マキシマムドラグマって、イコール、ビーステッドディスパテルですからね、あれ。うん。セット、はいはい、なるほど。新源流アルビオン効果発動、新源流アルビオンの効果によってアルバスの楽園と、ああ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 あ
ちょっと時間ない時間ない時間ない、やばい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 、ちょっと待って、ちょっと待って、時間ないって。ただちょっとアレバスを俺は戻したい。効果発動、手札を1枚墓地送って、ルベリオン出して、はい、でルベリオン効果発動して手札1枚切って、残り13秒はやばすぎて、ね、考えること多すぎるんだって、このデッキ赤いやろ。いけ飛剣竜ミラジェイド、うわー、ちょ相手なんでいいや、除外すんの、やばい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 、カウントダウン始まった、平からし大地11期完結へのカウントダウン始まった。さあミラジェイドの効果、ドローフェーズもぶち込んでいくスタイル、でアルビアン墓地送って、お前のセットカードを除外していく、オッケーオーケーで縦にして、オッケーバトルフェーズ、うわー、対戦ありがとうございました。いや作ったはいいけど、このデッキ使いこなせる気しねえぞ。いやーなるほど、まあ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 、増殖する G 通ってくれたら嬉しいなっていう感じなんですけど、まあ落雨があるんで、まあ割と結構強いですよこの反動。サーキュラー、なるほど、ガンマ持ってないとは思うけど、一応ね、一応ケアしましょう、持ってないとは思うけどさすがに。シグマ、まあ、これ増陣打って、シグマの方にね、あのチェーンするとバグしか出てこないんで、シグマ君の方が発動するとサイバースしか出せないって縛りが入るんでね。オッケー、増陣通った、神、増陣通った、神、増陣通ったらいけるやろ、しかも B ステッド引いてるし、いやまあね、あの B ステッド引いてるから2枚やったら多分シグマに打っちゃってもいいんだけど、1枚ぐらいは、まあ、2枚ある、うん、そうね、2枚あった時は打ってもいいと思うけど、まあ、1枚しかない場合はもうダイヤ除外するのでいいんじゃないかなって思いますね、個人的には。でダランベルシアン効果、はい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 、でダイヤ持ってくるしかないと、でダイヤ召喚して、これどこまで行くんだろう、まあ、でも超解消持ってきてるんで、ダイヤ召喚してリンクしてエンドとかなんかな、まあ、それでも全然あのサロニールの効果めっちゃ効きますからね。はい、でダイヤ召喚で制限カード持ってると、で効果は破棄、なるほど、白紙の効果破棄、はい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 、どうぞ。残機はちょっと楽印が増えるとなると向かい風なんじゃない、さすがに B ステッド持たれてる確率がかなり高くなるんで、そうなると相手の対面が B ステッドがあるだけで残機ってなんか妨害めっちゃ減るんですよね。はい、もうダイヤ除外されるだけで2妨害くらい減るから、2妨害っていうか3妨害くらい減るかあのデッキだから、まあちょっとあんまあのこの環境では使いたくはないなと思いますけど、個人的にはね、うん、まあでも B セット辛いのは楽園も同じだから、意外と的確にね、あの墓地で効果発動するようなモンスターバンバン除外されると意外ときついですからね、楽園も B セットめちゃくちゃもたたれてると割とやばい、ドラゴンリングみたいなね。いや B セット全然来ねえ、まあもういいわそれは、なるほどな、まあでもこんだけ手数あったらさすがに返せるだろう、セットなるほど、まあちょっと超解除うざすぎるんで、超解除うざすぎワールドなんで、もうこのエンドフェーズにぶち込んじゃっていいんじゃないですか、でダイヤ除外すればもうこれで向こう立たないんで、ダイヤ除外したら、あ、オッケー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 、了解で特殊ワンで超解除はもうほぼ実質無意味ですねこれ、はい、ダイヤがで、あ、ダイヤじゃない、ダランベルシアンが出てくるぐらいおそらく。で、まあ、うららとか打たれても無効にできるし、効果発動します。で、E セットルベリオン効果。まあ、さらに、あ、ヒートソウルね、どうぞ。さらに、さらなるモンスターを、回収していく。まあ、マグナムトでいいかな。で、そうですね、どっから動いてもいけそうな気するけども、どっから行こうかな、まあ、とりあえずルベリオンが行くか、でルベリオンでサロニールをリリースして特殊召喚、敵陣営の効果めちゃくちゃ借りて高校まくってい行こうとしてるけど大丈夫かなこれ、これ聖女使いから怒られる、あ忘れてた、あのドラグマのアルバスセイントいるじゃないですか、まあ一応あれも聖女だと思うんですけど、ちょっとあれはねさすがにねちょっとね入れてる枠なさすぎてあの抜いたわさすがに抜いた、アルバスセイントで抜いた、うん、意味違くなってくる、ラクインの獣効果、ザ・ビンセント・レベリオンをリリースし相手の一応超解除を破壊、はい OK で
カルテシア召喚でいいか、カルテシア召喚、なんかあるね、増殖する地位かな、うららかな、ちょなんか、あ、うららじゃねえか、カルテシアの召喚、増殖地位か、あ、オッケーオッケーオッケー、了解。もう引かれてるとちょっとめんどくさいんで、マスターその指名者ぶち込んで増地だけ除外して、はい、オッケー。さあ、あとはぶん投げていくだけの簡単なお仕事。ちょいー。ちなみに、あの、不快演出カード選手権だったら、割と抹殺の指名者と墓穴の指名者って上位にランクインしますよね。多分ですけど。これはこうかな。さあ、割と激エモ融合。楽園竜、アルビオン。そして、効果発動。アルビオンの効果によってアレバスの楽園と、闇属性モンスターをゲームから除外。どれだ、こっちか、墓地にはアレバスいた方がいいな。これともう使わねえか、アルベル、さらに使えるか。こうしていけ、神言竜ルベリオン効果発動。手札は1枚、墓地の送り。クエムちゃんちょっと今回今仕事しないから、後で蘇生してあげるからね。後でっていうか、まあこのターンで殺すから後でないか。チェーンカルテシア効果、カルテシア効果発動、融合モンスターと闇属性モンスターの魂を吸収、ドラゴスタフェリア、うわー、融合召喚、現れよドラゴスタフェリア。そしてレベリオンの効果、危険竜ミラジードを融合召喚していくぜ。うわー、おりゃー、トン。さあ、あーやべえ、調子乗って展開したらめちゃくちゃ鈍くなった。やべ、やばい、ちょっとうんこみたいなことしてる。いや、そんなことしなくても絶対ワンキル取れたな、これ。やべえ、リビルケアを怠った男の末路。さすがにちょっとヒートストールを始めするか。やばい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 、さすがに。やばいこと来た。皆さんはね、こういったことがないように、しましょうね。多分、しかもグランギニョル出しといたら、ワンチャングランギニョルの効果発動できたやんけ。なんで俺ドラゴンスプレーでした？おい、ふざけんなよ。くそーただトークンの打点はやばいぞ。攻撃表示、トークン攻撃表示出して、うざ、これもうざい演出ランキング結構上位に食い込んでくるな。うわー、こう守備表示すごい打点だ、9700、やば、9700打点、エグすぎて笑った。ちょっとアレベル君がボッチ力よみがえってきます。オーケー。くそちっきしょ。スプリガンズキット効果発動、特殊召喚で効果発動、マジでちくしょう、やっちまったぜ。で、ちょっと待ってですね、ちょっとくださいね。これでね、多分ね、残機なんで多分ね、これでいいですね、これでいいですね。ちょっとサーチする意味があった。でシグマ除外して、これだいぶ辛いと思うけどね、相手も。これマグナムートでまたビーステッド持ってこれるんで、さすがに相手の墓地メーターね、できるから。ちょっとワンキル取れんかったけど、2ビルめっちゃ食らったから、普通にミスったが、まあ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 、獣もあるし、アルビオンでセットするカードもあるし、多分ね、やべえ、録音時間また60秒しかなかったわ。このデッキ大体60秒しかなくなるのデフォなんだけど。エンドで、やばいやばいやばい、ちょやばいやばいやばい、それはやばい、ちょさすがにそれはやばい、その数はやばい。なんだこの発動できるカードの数。バケモンかよ。やばい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 。で、アルビオン効果、断罪セット、やばい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 。2ビル食らったけど、アリエン量動いてる、ワロタ。で、ちょっとね、これはね、エクレシア、いやー難しいな。エクレシア持ってくるか。エクレシア持ってきて、特殊はしない。ビーステッド出せる枠空いてた方が多分いいと思う。
オッケー、これでね、なんとかなるんじゃないでしょうか。これさすがに、さすがにビビったら今のエンドフェーズの回収できる量、リソース的にはニビルケアしてるみたいなもんだけど、でも多分ニビルケアしながら多分絶対ワンキルできたと思うけどね今の。増獣はとりあえず打ちます。で、裏とか墓が打たれるんだったらそれはそれでいいです。抹殺ですね。 OK です、了解です、了解しました。これはまあ伏せてなかったことは、まあ、ヒートストールでのドローだな。 OK 了承で、ダランベルシアンはどうしようかな。まあ、獣で割るか。ダランでなんかサーキュラー蘇生してなんか動かれるとかそういうのあるかもしれないしな。一応割りますか。悪人の獣発動して、マガナムートリリース、ダランベルシアンを破壊していく。OK。で、あとは、バルドレイクを、どっかのタイミングで特殊召喚すれば、もうリンクモンスターが出せないので、大丈夫なんじゃないですかといったところですね。さあ、アディオンが出てくる。アディオン、カデンゴウルなら、アディオン。はい、リングリボデコーダー、OK。パラエク、もう黙れ。お前は黙れ、お前は黙れ。ワンチャン作ろうとするな、ワンチャン作ろうとしてくるのマジやべえよな、あのデッキ。ワンチャン作ろうとしてくるのガチでやばい。おい、おらボケがこれ。さあどうする。まだ俺バルドレイクを残してるぜ。まだあと俺は変身を何よし、さすがにね、さすがにね、さすがにね、メルクーリエ、オッケー、了解しました、了解しました。さあ1700しかねえのか。もう9700のトークンでぶん投げて勝ちか。9700のトークンでてめえの顔面をぶん殴ってやるよ。くらえ、これが散っていった聖女たちの、聖女たちの恨みだ。うおー、ニベルトークンパーンチ。8000ダメージオーバー。対戦ありがとうございました。お、ビーステッド2種類、残機であれ、残機こい、残機、残機だったらボコボコできる。これでパイルアームドドラゴン、何アームドドラゴンだと、万丈目サンダーじゃん。1、10、100戦万丈目サンダーきた。パイルアームドドラゴン強やべえ。あれ風属性ドラゴンなんだよ、全然3年だなこれ。びっくりするが3年のアームドラゴンムーブきた、やばすぎ。さあ4300という打点になっていく。でアームドラゴンの効果が発動して、あーテンペスト回収ね、なるほど。これあレドックス。あ清流、清流デッキじゃん、なるほど。2体のモンスターでオーバーレイか、これ。うわやべえ、それはやばい。なるほどでございますな。バトルイーグルトークン3体でラドガンが出てきちゃいまして、いやこれ世界終わるなこれ多分。あー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 、これ何ですか。あー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 あああ、やばいやばいやばい。まあ、一応バルドレイク出しに行きます。バルドレイクでワンチャン出てくるモンスター、はい、すいませんでした、すいませんでした。あかんねえ、あかんねえ、それはダメだねいや無理だなこれ。やっぱ結局やっぱ清流使ってるとこの思考に行き着くんだなみんな。まあ、僕も多分これもう動画に知ってると思うんですけど、あの清流結局ね、コアキメールドラゴン、やば、コアキメールドラゴン、このカードがモンスターの存在するよりお互いに光闇特殊召喚できないと、言われておりますが、このデッキもしかして死んだ光闇特殊召喚できんかったら終わりじゃん。このカードがモンスターの存在するよりお互いに、やばすぎでしょこれ。おい最強じゃねえか、無理だろ。え出せるモンスターいないけど、光闇以外入ってないまである。まあ裏だと同時ぐらい、まあ、これテンペストでサーチできんのか、なるほど。やべえ最強デッキ見せてもらったわ。たださやっぱ思ったんだけど、結
強いのトマホークなんだよね。